1988年10月24日、佐世保基地にて、対岸に日本の練習班潜海マ丸が見える。バーベルはアメリカ海軍の潜水艦。バーベル級潜水艦の一番艦。艦名は恋の一種にちなむ。その名を持つ艦としては、バラオ級潜水艦32番艦以来に遺跡目。 バーベルは1956年5月18日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で、寄港された。1958年7月19日に、バーナード・エル・オースティン夫人によって、命名、浸水し、1959年1月17日に、艦長オード・キム・ジー・ジュニア少佐の指揮下収益する。バーベル級はセンダーを艦首に装備して、設計、建造された。 1960年頃、バーベルは、東海岸での演習、スラメクスに参加していたが、700フィートの試験深度に、先行した際、配管が破裂し緊急浮上が行われた。水面に達した時、機関室には350トンの海水が流入していた。バーベルは、ポーツマス海軍造船所に入居し、すべての配管の大修理が行われた。その際に、 艦首の船画は、セール部分に移設された。1966年、バーベルは北ベトナムの大型貨物船と衝突しこれを、沈めた。バーベル自身も、沈没寸前の状態となった。大きく破損したものの、バーベルはコントロールを保持し、修理のため寄港した。この事故は北ベトナムの川で発生したが、トンキン湾で発生したものとして発表された。 1950年代から60年代にかけて、初期の原子力潜水艦は、その推進機関に対する、信頼性から、しばしば与えられた任務を完了することができなかった。1969年、バーベルは演習、ウェスパックにおいて、原子力潜水艦への、特別任務を穴埋めするために活動した。1981年1月19日から1月22日まで、 バーベルは、グレーバックと共に、フィリピン沖合で演習アスウェックス81から 3U に参加した。2隻は、駆逐艦ジョン・ヤング、エリオット、フリゲート・グレー、ホイップル、ラング、ラムゼイに護衛されて、海峡を通過する旧艦ナバソタを迎え撃った。1989年5月1日、九州沖で活動中に3名の乗組員が激しい、波によってさらわれた。 二名が溺れ、一名が救助された。バーベルは1989年12月4日に退役し、1990年1月17日に除籍された。海軍はスクラップとしてバーベルを売却した。セール部分、上部構造及び配管が取り外され、解体業者は管内にアスベスト製の断熱材が充満されていることを発見した。 このため解体は中断され、業者はこの間の今後の取り扱い方を再考しなければならなかった。1990年代の前半、バーベルは映画、クリムゾン態度の撮影に使用された。この映画は、オハイオ級原子力潜水艦のアラバマを舞台としているため、バーベルには、オハイオ級のセールを呼び、上部構造の合反性モックアップが作成設置された。 バーベルの登場場面は、パトロールに向けての出航シーンであった。バーベルはその後再び海軍の所有に返し、カリフォルニア州サンペドロで保管された。2001年1月30日、バーベルはカリフォルニア州沖合で、実感的として3600メートルの海底に沈められた。ありがとうございます。